こんにちは、佐賀県武雄市のブルーラインです。今日ご紹介いたしますのは FOB ファクトリーのこのライディングジャケット、またはハンティングジャケットっていうんですが、このジャケットを今回は紹介をしていきたいと思います。まずその FOB ファクトリーっていうところを簡単に紹介したいんですけども、この FOB ファクトリーっていうのは、岡山の小島で作られています。その岡山の小島っていうのは私たちのファッション業界、繊維業界の聖地と言われているところですね。そこで一つ一つ職人さんが丁寧に作っていく安心と信頼のメイドインジャパン、そういうブランドです。この FOB ファクトリーというところは、その一つのシーズンにどん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 そのデザインをね、豊富なデザインを出してくるところではないんですね。しかしながら確実に私たちのニーズに応えてくれる、そういうメーカーです。ですからそのどん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 そのデザインをね、出していって、そのどんどん数を回していくというところではなくて、一つの商品を的確に私たち の求めるものを作ってきてくれて、そしてその一つのものを長く長く作ってきてくれる、そういうメーカーです。ですから私も安心してお客様に提供できる、そういうメーカーがこの FOB ファクトリーなんですね。例えばその一つのアイテムとします。例えばそのジャケットだったら、その一つのシーズンに一つのデザインか、もしくは二つのデザインぐらい、それぐらいのものをしっかりと長く長く作ってきてくれます。で、例えばそのアイテム別で言うとジーンズ、デニムですね。そのデニムもこれだというものを一つしっかりと作っていくところです。で、チノパンとかもそうですね。チノパンというのももう10年以上も前にデザインされたものも今でも作ってきてくれます。私も本当に安心して、これはいいブランドだよ、いいメーカーですよ、いい商品ですよということをおすすめできる、そういうメーカーです。例えばデニムのシャツとかね、カバーオールとか、まあ、あのアイテムごとにいっぱい作るではなくて、そのアイテムの中の一つのものをしっかりと作っていく、それが FOB ファクトリーというブランドですね。今回このジャケットを紹介していくんですけども、このジャケットを紹介する前に、これはモールスキンという素材になります。モールスキン、このモールスキンというのはやっぱシリーズ感になってて、このジャケットの他にもう一つ違うデザインのジャケットがあります。そして同じモールスキンを使ったベスト、パンツっていうのもあるんですね。そのモールスキンシリーズの中の一つのジャケットがこのタイプ、これを今回紹介していくんですが、このまた別の形のジャケット、モールスキンのジャケット、それとモールスキンのベストというのがあるんですね。そのベストとジャケットもこの私のその YouTube 動画で10月の後半ぐらいに紹介をしています。もしよろしければこの動画を見終わった後でも、そのぜひそのジャケットとね、ベストを見てほしいと思います。探し方としては、その YouTube の検索窓がありますよね。あの検索窓にカタカナで FOB モールスキンと検索してくれば、していただければ出てくると思いますので、ぜひこの動画を見終わった後にまた違う、ジャケット、ベストを見てほしいと思います。ちょっと話がね、前振りがちょっと長くなりましたけども、また今回これからが本題です。これから、このジャケットを紹介していきたいと思います。今回紹介するこのジャケットは、先ほど言いましたようにこのモールスキンという生地を使って、このモールスキンというのはちょっとこの毛羽だったようなタイプなんですね。これもちろんその綿 100% なんですけども、この見た目とか触った感じがまるであのレザーのスウェードレザーのような、ああいう感じのこのちょっと毛羽だったような感じですね。これはあの綿 100% なんですけども、その高密度で織られていますので、非常にこの丈夫で頑丈でしっかりとした生地を使っています。実はその温かみもある、保温性も高いタイプなんですね。しかしながらこのね、デメリットは一つあります。ちょっと重たいです。ちょっと重たい、重量感があるっていうのが、ちょっと理解してほしいなというふうに思いますね。で、このちっちゃいところ、細かいところをまた紹介していくんですが、まず襟元がこういうコーデュロイで使ってる。非常に温かみのあるコーデュロイを使ってる。そして、こういうふうなポケットですね。このポケットも大きなポケット、この街のあるポケットに、裏側にもこういうふうなコーデュロイが作られています。そして、この、手を入れるハンドウォームですね。ということはこういうふうにコーデュロイが使っている。こういうふうな感じですね。で、このカッティングですけども、このカッティングは、いわゆるこの肩のところにつなぎ目がないタイプ。これは、ラグランスリーブっていうんですが、非常に肩を動かしやすいタイプが、このラグランスリーブになっています。私身長168センチ60キロの体型ですが、ML 展開をしてますので、ちょっと M サイズを着てみて、着てからまた紹介をしたいというふうに思ってます。こういうふうに私の体型で M サイズを着てみましたが、こういう感じですね。雰囲気的にはこんな感じです。で、襟元がこういうふうなコーデュロイになってますので、非常にこの温かみがある、ここの温かみがあるタイプですね。そして先ほど言った手を入れるところのこの部分もコーデュロイがしてます。手を入れるところはこういう感じで、
こういう感じで手を入れてもらっていいと思いますね。そしてその先ほど言ったそのポケットも、このマッチがこのポケットの裏側、この裏側もコーデュロイがされてますね。そしてポケットの大きいところがこのマッチがありますので、こういうマッチが非常にそのいろいろその携帯とか財布とかね、必要最小限なものをここのポケットに入れて、ちょっと旅行に行ったり、そういうふうなこともできる、そういう感じですね。非常にその温かみのあるウォーム感があります。しかしさっき言ったように少し重量感はあるので、ちょっと重たい感じはするなというのがあるんですけども、私今回寝るシャツを着てるんですが、寝るシャツとこのジャケットだけで十分な保温性が保てるというふうな感じだと思います。でこのジッパーのところですけども、ちょっと大きめのジッパーがあって、このジッパーをこういうふうに上まで止めて、それさらにこういう、ボタンがありますので、ここを止めてもらうと、冷たい風を遮断してくれるというところですね。そしてさらにこの襟の部分ですけども、この襟の部分はこういうふうに立ててもらってこのチンストラップで止めることができる、こういうふうに止めることができます。こういうふうにするともう完全にこの冷たい風を遮断してくれる。これ、ね、バイクに乗る人なんかもいいかと思いますね。こういうふうに本当に寒い時はここまで止めてもらっていいと思いますね。こういう感じです。そしてこのモールスキンという素材ですけれども、先ほど言いましたようにちょっと毛羽立ったようなタイプになっているんですが、これはデニムと同じように経年変化がするんですね。使えば使うほどにこの曲げているこの肘の部分、この肘の部分がちょっと当たりが出てきます。10年20年使っていくとまたその経年変化も楽しめる、そういった感じで、そういった感じのジャケットですね。こういった感じです。それでは実際にこのライディングジャケットを着たイメージですね、イメージがどういうふうになるのか、これをぜひ見てほしいと思います。Unknown brain, Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating thanks to all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous,今回は FOB ファクトリーのこのライディングジャケットを紹介してきました。着た感じといたしましては非常にその高密度で織られているので、しっかりとこれは頑丈な、丈夫な生地だろうなというふうに感じました。そしてまた別にこの中綿とかね、ダウンが入ってないんですが、十分な保温性を感じることもできました。しかし、何を言ってもね、形がやっぱり綺麗ですね。非常に形が綺麗、非常にその長く長く着ていただけるアイテムと思います。例えば40歳の方が60歳になってもこれは着れるタイプだと思います。もちろんその使えば使うほど古くはなってくるんですが、古くなったはなったでまた味わい深いこれはジャケットだろうなというふうに感じました。私もその、ブルーラインの店舗でイギリスの、バブアーというのをね、販売をしてるんですけども、そのバブアーにも引けを取らない、そういうふうなジャケットだというふうに感じました。今回は FOB ファクトリーのライディングジャケット、こちらを紹介していきました。